皆様こんにちは。今回は、私が持っている香水とか、あとはまあ香り物の紹介をしていきたいと思います。ちなみにこのメイクはね、動画撮れてないんですけど、最近これ誕生日で買ってもらった、なんて読むか分かんない、リートって読むのかな、ギャラクシー12色アイシャドウパレットビーナスっていう、これプラザに売ってたんですよ。こういうこのパレットを使ったメイクと、カラコンがね、これさ、今日初めて使ったんだけど、めっちゃ可愛くないですか？なんか人形みたいになれる。このプリュリーワンデーのバリーアイズダウンオリーブ、この間ね、何かでダウンヘーゼルを使ったんだけど、このダウンオリーブってやつ、あ、旅行のゲットレディでダウンヘーゼル使ったかな。これオリーブもなんかすっごい人形みたいになれて、めっちゃ可愛いです。リップが、全体的にこのトゥーフェイストのマットの、メルテッドマットのやつのジンジャーブレッドマンっていう、去年の限定かな、を全体に塗ってから、このマックのマットリップスティックのマラケシュを内側に塗ってます。マラケシュちょっと赤みのカラーなので内側にのせました。はい、では早速紹介していきたいと思うんですけど、と私が香水は、まあ中学生の時から、まあ、香水動画何回も撮ってるんですけど、改めて言うと、香水は中学生の時から一応持ってて、同じ世代の方とか、まあ、それ以上の方はみたいな、懐かしいって思うかもしれないんですけど、私ブンブンシャボンっていう石鹸の香りのこういう丸いやつ、本当にこう安い香水なんですけど、それを愛用してたのと、あとはラブリースイート16ってやつ、懐かしいでしょ透明のボトルに真ん中にピンクのハートが書いてある香水を、ちょっとずつお小遣いを貯めて買ったり、あとはまあ買ってもらったのかな、すっごいお願いして買ってもらったりしてて、まあ、中学生の時そういうのを使ってて、で高校に入っても、高校に入ってからはそこまで香水に興味がなくて、安いボディースプレーとかをいっぱい持ってたんですよ。だけど、なんかその、すごいつける子たちがすごい多かったの。学校がね。男の子も含め。だからすっごい嫌で、私その、なんていうの？すごいきつくて、それが。好きな匂いであっても、その多分つける量が尋常じゃない。もう上から下まで吹きかけてる感じだったので、もうフルボトルで持ち歩いてるような子たちが多くて、でそれで私なんかそんな香水いいかなと思って、そこまでハマっておらず、本当にその安いボディースプレーだったりを使っていたんだけど、まあ高校卒業してからクロエの香水にハマったり、イヴ・サンローランのキャンディードールのやつが、当時私が働いてたアパレルの店長さんがそれを使ってて、超個性的な香りなんだけど、なんかすっごい可愛い香りだなと思って、で真似して買ってみたり、キャンディードールじゃない、ベビードール、そう、そういう感じで私の香水は、そんなにもその流行りの香水も買ってこなかったし、中学生の時が割と買ってたけど、私はとにかくコスメをにハマったっていう人なので、香水よりもコスメ、メイクっていう感じだったので、そっちにお金を使っていて、香水使ってなかったんだけど、ちょっと前置き長いんだけど、そうなので、最近香水にハマってしまいまして、コロナもあり、そうだから少ないんだけど、まず紹介していきたいと思います。一番、紹介してるものは多分ここら辺かな、この、フェルナンダのマリアリゲルの香り、これはボディースプレーも持ってて、ボディースプレーに関してはもう何回も使い切ってるぐらい好きなんですけど、これはもうとにかく清潔感のある石鹸風な香り、だからもうお風呂上がりのような香りです。で私はそのこれにハマった時もそうなんだけど、コロナ前だったんだけど、なんかみんなが好きなような香水をつけたいなって思ってたんですよ。だからこれを使ってたっていうのもあるの。なんかこういうお風呂上がりの清潔感の香りって嫌いな人まずいないじゃないですか。まあいるかもしれないけど、そんなにも苦手、得意、不得意が分かれるような香りじゃないので、
そう、そういうのですごい使ってました。これは私がリベッカのイベントを初めてやった時もすごい使ってて、めっちゃいい匂いするって言ってくれる人がすごい多くて、そう、それぐらいこうあの王道というかみんなが好きなようなあの清潔感のある香りです。でこれは私大好きだから、あのなんだっけ、いろいろ持ってました。シャンプーリンスも持ってたし、いろいろ持ってたんですけど、これは今はそこまで正直使ってなくって、本当はね、私今後この後出てくるような香水、この後出てくる香水もあるんですけど、甘くて重たい香水が好きなの。だから本当バニラの香りとかが大好きだから、そうで、コロナになって自分の気分が落ち込みがちになってきた時に、好きな香りを買ってつけれるようになったら、もうそれだけで幸せなのね。だから香水、匂いってすごいなっていうのを実感して、私はそこから自分の好きな香水を追求していくようになって、今そういうのにハマってるんですけど、だからこれの出番はそこまで正直ないです。はい、好きな匂いなんだけどね。だからあの彼のご両親に会う時とか、あとは会社に行く方とか、そういうなんかあの時にすごくいいんじゃないかなと思うので、これは持っておきたい香水ではあります。このボディスプレーもね、香りが優しめなので、あの香水してる香りが苦手な人と会う時とか、こういうのいいと思います。はい、そして次、こちら、これも大好きなの、白のホワイトリリーの香りです。これはね、友達が誕生日でくれたんですよ。ボディミストをくれたのかな？ボディミストとハンド美容液をその時くれて、で私はこの香りにハマってしまい、オードパルファン自分で買ったんですけど、でその香りにハマって、これもね、本当にこう清潔感のある香りです。まあマリアリゲルよりはもうちょっとお花感が強めで、香りももうちょっと強いかなです。これも本当にみんなが好きな香りだと思う。清潔感のあるような香りで、私はこれも割とお風呂上がりのような香りだなと思っています。でこれにハマった時にこのボディミルクも買いました。あのルームディフューザーとかも買って実家に置いていたりしたんですけど、はい、すっごいいい香り。これもみんなが好きな香りだと思います。これも大好きです。はいね、ハンド美容液もあります。そして次どれからいこうかな、これにしようかな。これもお友達がくれたやつなんですけど、パルファムオーパラディっていうところかなのオスマンサスっていう、金木犀ですね、オスマンサスっての香りのものになります。もう毎年金木犀の香りって流行っていると思うんです。私も金木犀の香りが大好きでして、あの前に学校の近くに、高校生の時にね、学校の近くに金木犀の大きい木が生えてて、もうその時期が来るだけですっごい嬉しくって、で実家のと近くにも生えてたし、割と私の身近なところに金木犀って生えてて大好きなんですよ、もうその時期が来るのが。でもまあこのオスマンサス、この金木犀の香りはそのお花の金木犀の香りとは全然違います。だけどこれもお花系の香り、まあ、全然金木犀ではないんだけど、すごくいい香りです。これもでちょっとだけ甘めかな、まあ本当に気持ち、今紹介してきたものたちの中ではちょっとだけ甘めかなっていう感じなんですけど、これもね、嫌味のない匂いなの、すごい好きなんですよ。でこれはスポイトタイプです。はい、なのでちょっとだけね、ピュって手につけたり、足首につけてみたり、腰とかね、なんか香り物ってこう上に上がってくるらしいので、下の方に、あんまり香らせたくない時は下の方につけるんですけど、あの足首だったりお腹だって、お腹につけることは私結構多いんですけど、はい、すっごいね、いい香りです。はい、そして次、これにしようかな。ザラのね、香水も持ってます。ザラのヌードブーケオードパルファムです。 100ml のやつですね。これもすごいなんかね、お上品な香りがするの。お上品な、なんていうの、なんかピアノの発表会みたいな
全然わかんないよって感じだけど、本当にそういうイメージ、本当にお上品なお嬢様がつけてるような香り。これはね、これ結構前に買ったから出てるかな、チェリー、ピオニー、バニラのノートが香りますって書いてあります。バニラ、まあ私はそんなに香りをかき分ける能力はないのであれなんですけど、バニラ、うん、でも少し甘めな香りがします。で、まあ、この説明でフェミニンでデリケートかつエレガントなフレグランスって書いてあるんですけど、私は本当にこうエレガントでフェミニンっていうのが当てはまるなって思う香水ですね、うん、今も売ってるのかな、これオンラインで。そう、なんかね、本当爽やか、爽やかで、爽やかでいて上品で、なんかね、すごい上品な香りがします。これはすごい好きで、デートの時だったり、うん、デートが多いかな、デート。でもこれもそこまで癖の強い香りではないから、割とどんな時でも使えるような香水です。つける位置をね、考えれば割とどんな時でも使えるような香水だと思います。これもねすごい好きです。はい、そして次、これももう何年も前のものなんですけど、このイヴ・サンローランのモンパリです。ハワイで買ったからすごい前なんですけど、香水ってなんか日に当たらない高温多湿を避けて日陰のところに置いておけばある程度長持ちするらしいです。まあ劣化はしちゃう、何年も持ってると劣化はしちゃうと思うけど、私はすごい好きなので、劣化が見もう肌が痒いとかじゃなければ使っちゃうんですけど、これはねめっちゃ好き。なんかね、あーいいの。でも私この本当この甘さ、これもまあその持ってる香水とか使ってる香水の方によって香りの感じ方って全然違うと思うんですけど、私の中では甘い方の香りです。はい、なんかねお昼っていうよりは夜を連想させるような香りですね、私的には、私の感じ方だとね。でもこれが本当に好きで、そうハワイでね嗅いですぐに欲しいってなって買ったものなんですけど、これは大事な香水なので大事に大事に使っております。はい、そして私の大大大大大好きな香水、まあ香水は多分これで最後なんですけど、全然持ってないんですけど、じゃじゃーん、こちらです。ローラメルシエのオードトワレアンバーバニラです。これはもう説明不要でしょってぐらい流行った香りだと思うんですよね、アンバーバニラって。なんか人類モテの香りって言われてた香水なんですけど、私さこれ大好きなんだけど、世の中の方なんかみんな甘い香りが苦手だと思ってたのね。だからあんまり使ってなかったんですよ私。だけどこれが人類モテっていうのを知ってから、あ、みんな意外と甘い香り好きなんだと思って、なんか多分その当時中高生の時とかの私の周りにいた子が苦手だったのか、なんか甘いのあんまりなんだよねとかっていう声をよく聞いていたから、そういうもんだと思ってこういう石鹸の香りだったりを使うようになったんだけど、大人になってね見てみるとやっぱそれこそいろんな方がいるから、甘い香りってこんなに人気なんだっていうのを知って、それでまあさらに私も使おうって思うきっかけになったんですけど、これはさ多分甘い香水を持っている方の中でも甘いと感じるぐらい甘いです。これはですね、トップノートがタンジェリン、ココナッツ、アーモンド。もうココナッツ、アーモンドら辺でもう甘いのかなって伝わると思うんですけど、でミドルノートがタイガーオーキッド、ミルクフラワー、ヘリオトロープで、ベースノートがアンバー、バニラビーンズ、ブラウンシュガー、サンダルウッド。もう甘い、もう名前だけで甘いっていうのが分かると思うんですけど、本当に甘いです。だけど私は大好きです。でね、私今までこれの香りはボディクリームしか使ったことなかったんです。ボディクリームとハンドクリームなので、このオードトワレを使うようになったのが最近なんですけど、すっごい好きでよく使ってるんですけど、この間そのドライブ、彼とドライブ動画出したと思うんですけど、その時ねこう
私はすごい好きで、この香り彼もすごい好きだから普通に手首とかにつけるぐらい好きなんだけど、あんまり苦手な香りのものはそれこそお腹とかにつけるんだけど、そう手首につけてて、で今つけたんだけどすっごい甘い、すっごい匂い、この甘さがすごい私は癖になって使ってたんだけど、まあドライブ始め家を出る前につけて車で3時間ぐらい4時間ぐらいか経った時にちょっとこう手をまくって何かをする機会があって、自分の顔周りにね、何をしたの、リップを塗ったのかな、塗り直したのか何なのか忘れちゃったんだけど、その時にここから香ってくる香りがすっごいウッディな香りだったの。そのバニラ感もほんのり残ってるけど、それよりも何よりもウッディな香りがすごい伝わったんだよね、感じたんですよ、あの木っぽい香りで、え、私こんな香水つけてたっけって思うぐらいウッディな香りがして、でそれが私はすごいねキュンとしちゃったの。なんかその最初甘い、まあミドルまですごい甘いんだけど、まあラストまでも もはや甘いんだけど、そのウッディさがすごい感じたことで、すごいウッディに変わったんですよね、その時間が経つと。最初の方の香りが飛んで、で二面性に気づいてしまいえ、これ甘いだけじゃないじゃんみたいな。まあ嗅いでる段階でも甘いだけではないんです、いろんな香りが感じ、ただ単にバニラがボーンってくるっていう感じではなくて、いやバニラの中にも いろいろ入ってるねっていうのが分かるような香水で、私はすごい好きなんだけど、そのウッディなちょっと男前な感じ、私のイメージの男前な感じを感じた時にすっごいキュンとしちゃって、この香水に。でその瞬間ちょっとこれ嗅いでって言って彼に嗅いでもらったんだけど、そう、あウッディだねとか言って、多分適当だけどウッディだねとか言ってたけど、そう、その今もちょっとね分かるんだけど、そう、それに気づいてからこれを香った時にちょっとウッディさを感じるようになったんだけど、そうだからすごいもともと好きな香りだったんだけど、最近さらに大好きになっちゃって、これが。そうで香水の中では割とお手頃な方だと思うんですよ。私香水ってこれですっごい高いなって思ってたんですけど、香水を調べれば調べるほど上がすごくて、価格のもう3万4万みたいなのもあるじゃないですか。もう1万超えは当たり前で、ちょっとお手頃な方みたいな、2万ぐらいかなみたいな感じなのを知って、踏み入れちゃいけない領域の趣味に私は今足をね入れつつあるんだけど、そうこれはお手頃な方なんだけど、この満足感、私のもう毎日の気分を本当に上げてくれるものなので、これのルームフレグランスとかあったらすぐ買いたいぐらい大好きな香水です。甘い香りが大好きな方はぜひこれ使ってほしい。ハンドクリームとかもあるから、まずはそこから使ってほしいなと思います。はい、で最近買ったんですよ、このまだね、このラベルも取ってないんですけど、韓国のね、ものらしくって、モムチっていうとこ、モムチのパフュームヘア&ボディミストのパープルムスクの香りです。私ヘアミストが欲しくって、香水とかってアルコールが入ってるから髪の毛にかけちゃいけないんですよ。いけないっていうか、もうすごい痛むですよね。だからアルコールフリーのものだったり、あとはヘアパフュームって書かれてるものだったら使えるんですけど、アルコール入ってないから。そうで、ヘア用の方が欲しくって探してた時にプラザでこれを見つけて買ってみました。私ムスクの香りもすごい好きで、これを買ってみました。深みのあるパウダリーな紫の花々の香りで、ムスクにペアとジンジャーローズが加わった、甘さの中に落ち着いた印象のある香りで、色気がある雰囲気って書いてあります。うん、これも本当にこう落ち着いてる感じの、なんだろう、でも私のこの香りを嗅いだ印象は本当にリゾートの香りがする、なんていうの、うん、私的にはリゾートわかんなくなってきた。うん、でも私本当にこう海外旅行ってリゾート、ハワイ、バリー、グアム、サイパンとか、とあとはまあ韓国行ったことあるんですけど、そのリゾート地ばっかり行ってるから、
あの他の国は分かんないんだけど、なんかリゾート地で嗅いだことのある香りなんだよね。これを使ってる人がいるのかな、これを使ってる方が多いのかちょっと分かんないけど、なんか本当にこのムスクの香りなんだけど、そう甘いんだけど本当に落ち着いてるの、落ち着いた女性の香りっていう感じだから、これがさ髪から香ってきたら最高じゃないと思って、そうちょっと髪にかけてみてるけど、私これ大好きです、すごい、ま、新入りだけど。でこれ4個ぐらい香りがあったんですけど、私はもう断然これが好きだったのでこれを買いました。マスクの香りめちゃくちゃいい香りです。これもプチプラなんですけど超いい香りなので、気になる方はぜひね、私はプラザで買ったんですけど、ロフトとかでも売ってそうですねわかんない見つけたらぜひ嗅いでみてください。はい、こんな感じで私の持っている香り物を紹介しました。全然少ないよねそう、なんか本当はあの前まではビクトリアズシークレットのものとか持ってたんだけど、なんか私その時ノリで買っちゃったというか、すごい多分そのお店の中もすごい匂いがするから、いろんな匂いが混ざってそれを買ったんだけど、帰ってきたらあんまり私の好きな香りじゃなくって、どうしてもつけててもあんまり気分が上がらず開けちゃったんですよだからすごい少ないんだけど、この今持ってるものは全部私のお気に入りです。で私は本当にその冒頭でも言ったけど香水にはまってしまってですね、今欲しい香水がいっぱいあるんですよ。だけどまあ高いから全然集められないんだけど、そう今いろんな香りを調べたりするのにもハマっててめちゃくちゃ楽しいです。全然無知っていうかあんまり知らないから、皆さんのおすすめをぜひぜひ教えてほしいです。私バニラ系甘い系がすごく好きなので、そのおすすめがあればぜひ教えてください。あとはまあこの香水私は使ってるよっていう香水があればそれも教えてください。香水のお話ししたいのでぜひ皆さんおすすめあれば教えてください。はい、こんな感じで今回は私が持っている香りのアイテムを紹介しました。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。